今日は9月14日の火曜日です。オールジャパンフィジーク大会の6日前ということで、今現在の体の状態だったりとか、残り期間の最終調整の予定などについて経過報告を、ね、してみたいと思います。はい。ボディビル大会に出てから一応3日経って、今朝の体重はですね65キロジャストでした。ボディビル大会終わった翌日動画アップさせていただきましたけども、あの時は 65.4 キロ、うん、でリミット、ボディビル大会のね、65キロ級のリミットをちょっと超えた状態だったんですけども、そこから、日月かとね、3日間で、体重が、ポンポンポンと落ちて、今は本当リミットちょうどなってますね。うん、一応翌日からまたカーボディプリートを続けていて、そのディプリート、をやる理由はですね、その大会前にカーブアップして、筋肉を張らして、ね、試合出るわけなんですけども、その体に残っているグリコーゲンを全部使い切るっていうことをまたやって、フィジーク大会の直前にカーブアップをするっていうね、その準備のためにディプリートを続けています。なので炭水化物はずっと取ってなくて、タンパク質と脂質がねほとんどの食事内容にしているんですけども、前回の大会の時は 65.2 まで落ちて、そこから塩を抜いて水を大量に1日で8リットルぐらい飲むんですけど、フラッシュアウトっていうのをやって、でそれでリミットをクリアして、計量にね行ったわけなんですけど、だから今の時点で一応前回のボディビル大会の時のコンディションを超えた状態にはなってるんですね。だから見た目的にもこう1枚なんか薄皮が剥がれたような、ちょっとよりタイトになったような感じがするので、まだね日にちに余裕があるから、もうちょっといい仕上がりに持っていけるんじゃないかなということで、次のねフィジーク大会はそういう意味で、自分の中ではすごい楽しみな部分があります。フィジークは体重関係ないよね。そう、身長だけだもんね。そう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 、身長も172以下だから僕168あるかないかだから、全然もう何も心配することはない。そういう意味ではそんな神経質にならずに、もう見た目だけでやってる。そうそうそう、だから前回のボディビル大会の時はとにかくリミットをクリアするということで、カーブアップのタイミングもそれに合わせたんですけど、今回はそれを考える必要がないので、もうちょっと早い段階からカーブアップをすることができると思いますから、さらに張りのねいい状態で、舞台に立てるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、なんでそれまでにしっかりとその体に残ってるグリコーゲンを使い切るっていうことをやるために、しっかりとねリプリートとあとトレーニングと有酸素でね消費するっていうことを今は目指してます。なので、今言ったトレーニングと有酸素運動は引き続き続けていて、日曜日動画撮った時は足のトレーニングだったんですけど、昨日は、胸をやって、で一応今日は背中の予定で明日肩で、残り腕をいつやるかっていうのは一応明日の体の状態で決めようかっていうふうに師匠にも言われてるんですけど、有酸素は今日から始めた？違う、有酸素はやってる？ボディビル大会の翌日からやってて、日曜日は電車の駅まで歩いたりとか、最寄り駅着いてから家まで歩いたりとかっていうのを一応ウォーキングとしてやって、で昨日はエアロバイクを漕いで、今日はね朝また早起きして外を歩いたのと、あとジムでも少しエアロバイクやろうかなみたいなって感じで、有酸素運動もディプリートが終わるまでは続けるつもりです。であと他の細かい予定としては、日焼けは一応今日行くんですけど、それが最後かなって感じで、晴れが引いた頃に日焼けすると皮膚ってちょっとこうね不安定むくむので、その晴れが引いた頃にカラーリングしてもらって、でそのカラーリングする前にまた足の毛剃ったりとかしなきゃいけないんだけど、って感じで、はい、でカーブアップして、あと塩抜きと水抜きもね、前回のボディビル大会の時はやったんですけど、塩抜きに関しては今回は多少控えることはやるかもしれないですけど、完全にカットするっていう前回の計量に向けての調整みたいなことはやらないつもりです。で水抜きは普通に大会の前日からやりますのでっていう感じで、はい、そんな予定でいます。でも今のところディプリートの効果は出てるなっていうふうに感じていて、っていうのは、だいぶその大会翌日に比べて、その、なんていうの、力が出にくくなってきて、そのね、グリコーゲンが抜けてる
感覚っていうのがすごい感じられるんですけど、うん、まあ、でも前回の大会前ほどの体の重さみたいなのは感じてなくて、だからねその辺はね疲労の蓄積っていうのが前回はかなりあったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。そこがちょっとね今回のモディビル大会に向けての調整の反省点かなというふうには思ってます。ちょっと疲労を抜くっていうのは結構最終調整においては大事になってくるので、疲労を抜くっていうのは休めってこと？単純に、まあ、休むのももちろんなんだけど、そのトレーニングの量だったり、そのセット数だったり重さとか、そういうのでやりすぎると疲れてっちゃうし、あとは有酸素運動の量とかもね、まあ、そこに関わってきたりするから、まあ、ちょっと気負いすぎて全部やりすぎちゃった部分があったのかなみたいなね、次回からは、まあ、もうちょっとこう効率よくね、しっかりと仕上げるその体調っていうのも考えてやっていこうかなという感じで、まあ、いい経験になったなというふうに感じてます。だからまあ今はすごいそれに比べると体は元気、エネルギー不足は感じますけども元気なので、まあ、もうちょっとねこういい感じの前回よりはこうなんていうの、体の状態に持っていけるんじゃないかなっていうふうに、はい、ということで、まあ、一応今のはね、コンディションをカメラの前で撮っていこうと思います。カラーリングがね撮れたからだいぶ色が個人的には白くなった感じがするんだけど、まあ、今日も日焼けするんで、まあ、また塗るしね、こんな感じで、カットは今のもね多分細かく出てると思うんだけど、これってやんのだからね、まあ、一応今コンディションチェックでポーズ取ったけど、まあ、実際はフィジークだからね、フィジークはこういう感じね、そうだよね、そういう感じだよね、まあ、これもちゃんと今練習してるからさ、うんうん、クォーターターン、はい、もうちょっとちゃんと練習積み重ねてね、しっかりとアピールできるように、残り6日間、そうだね、頑張って頑張ります、行きましょう、はい、またよろしくお願いします、お願いします、はい、という感じで今のね経過報告をお話しさせていただいたんですけども、最後にですね、まあ、今シーズン感じた反省点、まあ、さっき疲労の蓄積を考慮するっていうことをねちょっと、言ったんですけども、それ以外に感じたことがありますので、まあ、それを語って終わろうと思うんですけども、まあ、今回、日本クラス別という、ね、大会に挑戦したんですけども、前回2019年には日本クラシックと日本クラス別と両方挑戦して、で順位が良かったのが日本クラス別だったのね、まあ、それで、日本クラス別の方が硬いと思って、今年はそっちにを選んだと思うんですよ。で、日本クラシックの方は今年は挑戦してないんですね。で、それをやらなかったところはその順位を求めてるっていうのもあるし、体を作る自信がいまいちなかったっていうのもどっかであったのかなっていうふうに思っていて、絞る前の体の状態がさ、すごい脂肪を持ってたじゃん。そっからその大会に出るコンディションに持ってくっていうことができるのかなっていう。クラス別にはエントリーしてるじゃん。なんでそのクラス別にエントリーすることによって65キロに落とさなきゃいけないっていう自分にプレッシャーをかけるために、そのね、日本クラス別に挑戦しようと思ったんだけど、でもその減量する前は正直落とせる自信はあんまりなかったんです。まあ、でもそこはやりながらだんだんこう自分の気持ちを高めていて、で最後はちょっと無理やり落とした部分もあるんですけど、まあ、その陰にはね、こう自分の力だけじゃなくて、まあ、本当周りの人の頑張りだったり、ものすごい影響される部分があって、ね、落とせたところが、ね、多々あるんですけども、ってことで、まあ、実際、その計量クリアしてこう自分なりにはね
結構いい仕上がりにできたんじゃないかという感じで、いざ大会出てみると、あ、もっとボディビル大会ね出れるチャンスがあるんだから挑戦すればよかったなっていう思いがすごい出てきたんですね。ってことで、そのやっぱ、こうそういう自信のなさが、まあ、自分の課題かなっていうところで、もっとやっぱアグレッシブにこういろんなものに挑戦していくっていうことをやっていかないと、まあ、自分の成長は今後こうもっとグワッとね、大きくさせることはできないなっていうふうに思ったので、だからちょっと来年のね挑戦する大会っていうのはもうちょっと貪欲にいこうかなって思ってます。まあ、ただもちろんね、その辺はちょっと日程だったり場所とか年によって違うので、まあ嫁さんとね相談しながら決めたいと思うんですけども、まあ、もちろんねフィジーク大会もまあ、まだ今年出てないですけども来年以降も挑戦していきたいという感じで、まあ、そのボディービルとフィジークに両方挑戦するのを、まあ、二刀流とかってよく言われたりするんだけども、まあ、それは僕の中でやっぱりなんていうの、体を良くするためにはねすごい大事かなと思っていて、まあ、今回そのねフィジーク大会を意識して肩とか腹筋の改善に取り組んで、まあ、それが結局ボディービルの体のレベルアップにもつながったなって思ってるし、で、まあ、今度はねボディービルの大会でのレベルアップを目指して、まあ、自分の中でこう改善したいなっていう部分はまだまだあるわけなんですけども、でもきっとそれはフィジーク大会の方にも生かすことができるんじゃないかというふうに思っていて、そういった意味でね両方挑戦するっていうのは僕の中ではすごい意味があります。あとは、まあ、トレーナーとしてね、やっぱりいろんな人に指導していくためにも、自分自身が経験するっていうのはすごい大事ですから、だからそこもやっぱり今後もっともっと極めていきたいなっていう思うところではありますね。はい、なるほどねということで、まあ、ボディビル大会に出てね思った自分の弱さというかね、それを、まあ、反省しつつ、またそれを、乗り越えてねさらに自分自身を成長させるために、まずは、6日後のねフィジーク大会に向けてしっかりと、体を作って、だからそれは本当もうちょっとこうなんていうの、結果を求めてアグレッシブに試合のねこうパフォーマンスをしたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、それも自分にとってはある意味新たな挑戦なので、まあ、結果は分かんないけど、まあ、それが多分やることによって結果はついてくることになると思うので、まあ、それをしっかりと果たしたいなという意味でね、またベストを尽くしていきたいと思います、はい、はい、ということでちょっと長々と喋ってしまいましたけども、フィジーク大会6日前の契約報告と、あと、ボディビル大会の、反省点でした。はい、はい、またね大会前の、最終調整だったりとか、あと、大会の、映像とかもね後々アップしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。